山本哲也は和歌山県日高郡由良町出身の元プロ野球選手。小学1年から白崎少年で野球を始め、中学時代は和歌山ライオンズでプレー南部高校では岡本洋介の控えだった。近畿大学では3年春から登板。3年秋、京都大学戦で初先発、5アンダム死球で完封初勝利。以後、 大隣県人に次ぐ先発2番手として活躍。4年秋はリリーフ、抑えに回り、チーム優勝に貢献した。リーグ通算20試合登板、5勝1敗、防御率1.25。同期に小瀬広之がいる。その後、三菱重工神戸に入社。1年目からエースとなり、第79回、第80回と2年連続して、チームを都市対抗野球出場に導く。 特に第80回大会では最高球速148キロを記録した。同年10月29日のドラフト会議で東京をヤクルトスワローズから2位指名を受け、11月27日に契約金7500万円、年俸1200万円で仮契約した。2010年はオープン戦最初の当番で高騰したものの、その試合後に肘痛を訴え、 検査の結果人体を損傷していることが判明。トミー・ジョン手術を受けたため、1.2軍とも公式戦、出場なしに終わった。2011年は、怪我明けの影響から思うようなピッチングができなかった。2012年は、シーズン中盤に、バーネットが離脱して、以降は、セットアッパーに定着し、勝ちパターンでの起用が多くなる。 2012年度の成績は50試合に登板して、防御率1.21と高成績を記録した。2013年も、セットアッパーとして、開幕を迎えたが、バーネットの不調もあり、シーズン序盤から抑えに回り11セーブを記録。中盤からは、新人の石山康七との配置転換により再び、セットアッパーとなり、自己最多の64試合に、 当番25ホールドを記録した。2014年は、投手陣が全体的に低調だったこともあって、開幕後7試合中6試合に登板するなど、シーズン序盤から登板を重ねた。7月に3試合連続で失点を喫し、一度登録抹消となったものの、3年連続50試合登板をクリアした。一方で、ホールド数、防御率の面では数字を落とした。 2015年は一軍で17試合の登板にとどまる。その後9月に2度目の右肘内側即副人体再建手術を受けた。2016年は前年の手術の影響で一軍登板がなかった。2018年9月30日に現役を引退することを発表。10月8日、明治神宮野球場での阪神タイガース戦の7回表に引退登板し、 洋川は直翔を中日に打ち取り、同じくこの日引退する松岡健一と交代した。試合後には引退セレモニーが行われ、ファンや関係者に感謝を伝えた。2019年から同級団のスカウトを2年間務めた。自身が担当した選手には、木澤直文、杉山秋本らがいる。2021年、二軍育成投資コーチに就任。力強い速球に加え、 縦変化のスライダーやフォークなどを武器としている右腕。現役時代は3年連続で50試合以上に登板するなど、主にセットアッパーとして活躍した。実直な人柄の持ち主であり、誠実に取り組む姿勢からチームメイトに好影響を与える存在。ありがとうございます。